よく一つ目の手がかりを解いたな。ボタンを押したな。五条悟。探さないで。まーちゃん、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 ちょっとパパからヤバいライン来たんだけど。何？何？俺はもう我慢の限界だ。この家から出ていきます。探さないでくれ。テーブルを見て。探さないでくれって言ってるんだけど、テーブル見てって言ってんの。どういうこと？分かんないけど、なんか出て行っちゃったみたいよ、パパ。なんで？我慢の限界なんだって。何の我慢？分かんない、なんか我慢してる、パパ。おなら？おなら我慢してる？え、チンコ？え、もしかしてノグッしに行った？トイレ開いてなかったか。探さないでくれってそういうことか。あー、じゃあ探すのやめる？やめとく？やめとく？やめとく？最後まで見てくれて。本末転倒。探さないでって言ってるけど、探すか。まあ、探してほしそうだし、探すか。おお、え？おお、え？え？え？これ絶対探してっつってんじゃん。ハローソーハルボンウタロクツヒジパパとツドキのモトウラヒントマルヒ。これ多分 QR コード読み込むよね。 YouTube。 もうやだよ。だからもう家出します。夏だって？夏だって夏がというとわからないのか。君たち前の青鬼の義務授業の時、バブのことすごく傷つけてくれたね。まあ心がドクンドクンドクン痛んでます。だから何で笑い起こってる。出る、この家から。探さないで。複数人いる？もしかして複数人で喉ぐそ？やめてって言ってないけど。今さら遅い。もう出ると決まった。今さら遅い。もう出ると決まった。どうしてもやめてほしい。何も言ってないけどな。じゃあ君たちにチャンスを与えよう。お、チャンスくれるらしいです。これからパパが用意した様々な試練を様々クリアしたら、きっとパパの今の居場所を分かると思います。頑張ってパパを探し出して。どうしても分からない時はヒントもあるから使ってね。バイ。止めに行ったな、めっちゃ最後。めっちゃ最後こうやってバイってやつ。めっちゃそこぐらいカットできなかったのかな。高評価押しとこ。受ける。まーちゃんおーちゃんの探し絵本発売中。探してみてね。見てね。探してやろうか。探してやるか。しょうがねえ、しょうがねえ、しょうがない。どうする？1って書いてあるけど、1これ違うのか。試し書きみたいなのか。これだろうね。なんかカタカナはカタカナとかさ。あーね。ハローボッツパパと元浦。もうヒント見た方がよくね、これ。ね、確かに。あー、ばばばば。なんだこれ。え、なに。アスパラの、昨日出たじゃん。アスパラベーコン巻きっていう字を除外したらいいんじゃない。あがないじゃん、そののがあるじゃん。のと流し棒と酢もないよ。美味しそうだな。マジ全然わかんないんだけど、ペンがあるってことはペン使うんだよね。これ意味あんのかな。1、うん、それの1。自分がわかんなくなんないように伝えたんじゃない。あきっと次の QR コードに、うん、って書いてあるね、裏にね。で、ケビトチー
よく一つ目の手がかりを解いたな。これからも様々な仕掛けがあるから。あっちで分かんないんだけど、これ本当にそれのヒントなの？間違ってる可能性ないの？ちょっとさ、パパに LINE してみようか。うん、LINE するか。ガチで分かんないって。ガチで分かんない。もう探さなくていいかな。私たちも探すのやめます。もう探すのやめます。既読すぐついた。やっぱり探してほしいんじゃん。ね、お、なんか来たんじゃない？なんか来た。マジ？来た。マジ？もう探すのやめます。あ、マジ？ヒント来た。ヒント、ヒントはだって。もう探すのやめます。早く言って。やめないて、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 やめないて。もうなんか来た。巻きます、巻きます。あー、そういうことか。これで巻くんじゃない？大事なのは巻くってことだ。でもアスパラベーコン巻きっていうなんか余計な情報詰め込んであるからさ、もうね。大丈夫かな。はい、うん、読めた。どこ読めた？どこ読めるとこ。あもういい。ちょ、テープ持ってくるわ、固定するために。うん、せめて印欲しかったな。どっからどこまでに巻くとかさ、細い方巻くのか太い方巻くのかも知りたいんだけど。やっぱ雑だな。なんかずれてない？ずれてる。やりたくねえよ。どう、読めそう？ソタパ元ハルロクトウラハボニチシュロンジキアンウパノのソタパ元。あ、戻ってきた。戻ってきちゃった。え、巻いてもわかんないな。マジックに巻きます。細い方から。読めるとこある？掃除機ロボット。ロボット掃除機。お掃除ロボット、行ってみる？これ掃除機ロボット、うん、そうだね、掃除機ロボット。なかった？なんもない。なんもないな。え、蓋開けたらなんもないな。なんもない。なんもないね。これじゃない？じゃあこれ、それセルフクリーニングを開始します。ボタン押したな。どこに入らせるの？セルフクリーニング中です。しばらくお待ちください。ちょ、セルフクリーニングしちゃった。セルフクリーニング中です。裏見てみよ。あ、お、なんか出てきた。ありがとうね。ジって書いてある。また QR コード来たから。おさまさまさま。問題解けましたね。おめでとう。やっぱ人いたわ。やっぱ教えてほしいんだ。見つけてほしいんだ。なるほど。でも、また次の試練があります。台本見てね。はい。次の試練がすごい。台本見た、絶対。それでは、次の試練も。次の試練何回言ったいの？やっぱ台本見てるわ、これ。もちろん、ヒントを用意してあります。わからないとき、見てね。バイ。なんか止めたわ、最後。鼻の下伸ばして。止めに行ったわ。ちょっと思うけどさ、すぐ止めるんじゃなくて、スンってしといて、止めたらいいんだよね。うん、そして止めるところカットしたらいいのにね。ねえ、うん。面白いと思ってんのかな。どうなんだろうね。台本違って見るのも。うん。しかもね、探してもらう側なのになんであんな偉そうなんだろうね。確かに。確かに。やめるか。やめるか。じゃあ、かわいそうだし、謎見てから考えましょう。やめてください。やめてください。2階の猫トイレの蓋の裏にとりあえず行く。これ持っていく。とりあえずこれ持っていこう。ヒントあるらしいし、蓋の裏に。おぉ、ありました。おぉ、どういうこと？え、ヒント確認してみる。え、急になんか問題考えるのやめた、もしかして。これ何？あ、わかったわかったわかった。こういうことでしょ。うん。で、2階の猫トイレの裏に。1回読んだ時に横に読むと思ってたんじゃない、私たちが。え、マジで。え、普通に読めたんだけど。ちょっと出そう。見つけたら、見つけたらね、うん、3つ目の QR コードあるよ。 あ、そっか。はい、YouTube 開きます。あ、間違った。いきなり縦になりした。みんなケーキ、お久しぶり。あのね、パパからね、なんかね、変な髪が見
ね。だからこれでなんか謎らしい謎なんかね、だから謎を解ければママはねどこにいるのかわからないしね。だからね、まーちゃん、おいちゃん頑張ってね。スイちゃん、バイバイ。リンチちゃん、バイバイ。かよいな。じいちゃんよけろ、じいちゃんよけろ。いいよ、あいちゃん、終わりよ。どれ、どれ。大変ポッチだな。何それ、めっちゃ似てるね、パパのおじいちゃんに。じいちゃんにめっちゃ似てるね。めちゃくちゃ似てた、ね、よくわかんない、マジで。でも一応クズがあるってことは当たりなんじゃない。当たりなのかな。カメ、仮面、カサカさん、ジョンか。簡単じゃね。ジョンだったらスタジオじゃない。ちょっとヒント見てみよう、うん、じゃあ簡単、めっちゃ簡単。プラス NN じゃあ、うんだわ、うん、簡単だな、簡単だな。スタジオ行くか。スタジオ行きましょうか、うん、ね。ゴジョン、ゴジョンサトル。ゴジョンサトル。金髪だから。ハゲ気味だな。今持ってたの。ジョンがね、持ってた。持ってた。パパに着させられたんだ。ありがとう、ジョン。これの方がやっぱ好きだよ。好きしてるわ。確かに。ジョンからゲットした情報見ましょう。また立てだ。あ、マジのジョン。はじめまして。ほう。パパの友達です。これはね、最後の謎、謎じゃなくて試練らしい。最後の試練だって。今どっかで決めたちを、見つけてくれるものは待ってましたね。へへ、待ってますね。だから、頑張って、無償でした。よ、何言ってかよく。そうだね、これは最後の試練だから、振動。めっちゃくない。なし。ヒントなし、ヒントなし。いや、神道滅却って聞こえたんだけど。頑張って念印、ジョンヨン。なんて言ったの？わかんない。変な加工つけてさ。ね、早く見つけよう、マジで。次の謎は何？え、ニワニ。あ、あー、なるほど。全部分けて。あー、なるほどね。そう、うん、食べちゃうんだ。ワニね。ニワニ、ニワニ、ニワニ、はいはい、ニワニ、ニワニ。うわ、え、なんか聞こえる、なんか聞こえる。あー、え、ちょっとのぐそ、のぐそ、痛いか、お腹痛かったか。のぐそ、いや、切れ字。スタントみたいな人呼んだんじゃない。どういうこと？あー、アシスタントなんだ。もしかしてパパに似てる人。あ、どきたの。ちょ、逃げるか。逃げよ、逃げよ。やばい人だな。逃げよ、あれ、逃げよ、パパだな。あれ、パパだ。来て。おい、だから、もう逃げてんのやめる。風強くて、とんでもすごいな、よく謎を解いてママのことを見つけてくれたな。いやさ、はい、ちょっと簡単すぎないか。1問目はさ、ヒントがあれだったとして。わかるやろ。いや、わかんない。情報量多いんだよ、アスパラ。巻くことだけ考えて。だったらいろんな種類の巻くだったらね。うん、うん、あとさ、2個目の謎すぐ読めたんだけど、あれどこが謎だったの。なんかね、失敗したやん。本当、カタカナとひらがな混合に書けば全部カタカナだからさ。でも分かったんじゃね。いや、これさ、はい、分かった。どう、3個目は3個目なんだっけ。3個目なんだっけ。うん、記憶にないな。うん、仮面、加算、ジョンね。うん、すぐ分かった。すぐ分かったの。すぐ分かっ た。うん、ヒントも見るまでもない。仮面、加算、ジ、ジョ、あ、ジョンか。んで、ジョンのとこ行ったら、ね、ワニが半分で、ね、半分だ。すぐ分かったの。すぐ分かったね。ヒントなしだよ。すぐ分かったね。すぐ分かった。うん。よかった、パパのことを見つけてくれて。お前ら、やっぱりパパのこと大好きでしょ。あのでトイレが空いてなくて、うん、もう限界、吸ってんのクソって言ったんでしょ。風強くてですね、とてものク
できないよね、この剣道なんか違うわ何なの違うわ。じゃあ、まあじゃあ、そのうちお願いします。死にかかれる。はい、わかりましたなんでこんな感じで終わりなのはい、グッドボタンを押してね。じゃあ、どうもよろしくお願いします。ひまわりさん、たるじゃんけんぽい。皆さん、グーを出しました。勝った人は明日。急に謎解きが始まるかも。自分の家の庭にもしかしたらひまわりパパがいるかも。やだ、不審者になっちゃうパパが自分の庭でのぐしてるかも。ちょっと、しないわそこピーだよ、ピー次はひまわりチャンネル動画見てね。また会いましょう。バイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。